はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はなんと、あの噛みついてくるサナギヘビトンボがサナギから羽化して成虫になりました。無事赤ちゃんから大人になったんですよね。成虫になるのが割と早かったので驚いています。というわけでどのようになっているのか早速見ていきましょう。というわけでまずはこのヘビトンボの抜け殻から観察します。これが抜け殻です。この上の部分をパカッと開いて成虫が出ていますね。抜け殻でも顎はかなり鋭いです。状態は幼虫の時と同じでぐちゃぐちゃになっています。まるでスーツを脱ぎ捨てたようです。またこの通り砂がかなりついています。この抜け殻は砂の上に落ちていたので、このように砂がたくさんついているんですよね。ほら、セミの抜け殻と違って湿っているのでかなり柔らかいです。それではお待ちかねの成虫を見てみましょう。というわけでこいつがヘビトンボの成虫です。いやー、かなりかっこいいですよね。全身の色は黄色で黒い筋状の模様があります。ただ一つ問題があって、この通り羽がしわくちゃなんですよね。どうやら羽化するときにうまく乾燥できなかったようです。本来であればかなりピシッと広がっているんですが、まるで干す前の洗濯物のようにぐじゃぐじゃになっています。まあ、ただ無事羽化してくれたので OK です。顔を近くで見てみるとこの通り、幼虫やサナギにあった鋭い顎が健在です。この鋭い顎はずーっと持っているんですね。ただ面白いのが食性です。幼虫時代の水中にいた時は肉食性だったんですけど、このように成虫になったらなんとカブトムシと同じように樹液を吸います。幼虫の時はアカムシとか他の水生昆虫を食べる獰猛な生物と言われているんですが、成虫になった途端幼虫のように固形物の肉は食べなくなります。例えるのであれば、昔は肉しか食べれなかった子供が大人になってビーガンになるような感じです。そのままですね。このように一応物を食べることはできるんですが、残念ながらこの成虫のヘビトンボ2週間ほどしか生きることができません。というわけで今回はこのヘビトンボちゃんに、ここにある色あせたリンゴを与えます。ほらほら、さあ食べてくれるかな。お、食べてます。吸い付いていますね。このヘビトンボは幼虫よりも成虫の方が癒し系なんですね。いやー、無事成虫になってくれてよかったです。こういう感じで脱皮は失敗しちゃってるんですけど、まあ地域によっては幼虫が佃煮になることもあるので、それに比べたらマシですよね。こうやって見てみるとかなり原始的な見た目をしています。またこの色が蛍光色の黄色ですので、そこも面白いところです。いやー、2週間しか生きれないのが残念ですね。いやー、それにしても顎がかなり鋭いです。この顎に一度噛まれたことがあるんですけど、そこそこ痛いんですよね。見た感じ、この鋭い顎は威嚇の時に使っています。こういう感じで掴むと、おお、噛みついてる。このようにこの鋭い顎で攻撃してきます。ただこうやって持っている分には全く攻撃してきませんね。むしろかなり可愛いです。はい、というわけで今回は成虫になったヘビトンボを紹介しました。というわけでぜひ皆さんも夏にこのヘビトンボを探してみてはどうでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。